にちは、チャンネル5のママです。今日は夕方からのルーティンを撮っていきたいと思います。今、愛ちゃんとナナちゃんをピアノに送っていったところです。でこれからアルくんをお迎えに行って、またアルくんを乗っけてピアノに行くっていう感じになるんだけど、なのでね、今日は3人がピアノです。で今日の夜はね、ママのお兄ちゃん、ママ兄が京都から遊びに来ることになっているので、5人ともすごいそれを楽しみにしてて、まだかまだかと待っているところです。はい、じゃあアルくんのお迎えに今から行きたいと思います。いつもはね、走行中もスマホのスタンドをつけて車で撮影してるんだけど、ちょっと今日そのホルダーの調子がすこぶる悪くて、ちょっとブレーキ踏むたびにガタンって落ちる感じなので、今日はちょっと違うアングルで撮ってます。ママの膝の上に乗せてるだけなんだけどね、スマホ。6月に入ってね、ちょっとバタバタです。5月もバタバタだったんだけど、6月もちょっとバタバタです。何がバタバタって、まず運動会が立て続けにあります。4月はゆうかちゃん、5月末は小学校の運動会があって、今度6月には保育園の運動会があります。まあね、見に行くだけなんだけどね。でもちょっとね、気持ち的にやっぱりバタついてしまう。あとは6月はね、プール開きがあります。これがね、もう本当に水着のねサイズ、去年とまた絶対変わってるので、またそこを準備したりとか、お下がりができなくなってきた。好みが出て、水着の、例えば愛ちゃんはスカートタイプがいいって言うし、サナちゃんはあのセパレートのやつね、あれがいいって言ってて、ってなるとサナちゃんが着てたセパレートタイプは愛ちゃんに下げられないで、愛ちゃんはね、もうゆうかちゃんの小学校の時のサイズを通り越して、ちょっとゆうかちゃんのお下がりももうね、誰も着れなくなった感じなので、ナナちゃんはね、またブカブカだしね、なかなかちょっと水着のサイズ合わせるのが難しいので、何点かは買わなきゃなっていうところですね。プールのシーズン本当大変。これ本当もゆうかちゃんの学校プールがなくてよかったなって本当に思います。プール4人とか本当大変よ。そんな感じかな。あと何があったっけな、6月、あ、そう、6月はねコンサートに行こうと思っていて、一つはね、まあ、この動画が出る頃にはもう行ってるかな、行ってると思うんだけど、小林愛美さんのピアノリサイタルに行きます。ものすっごい楽しみです。鹿児島の三山コンセールっていう、とっても響きがいいっていうので有名なアーティストの方々に人気のホールがあって、そこで小林愛美さんのピアノリサイタルがあります。残念ながら未就学児が入れないチケットで、アルくんがね行けないんだけど、ゆうかちゃん、さなちゃん、ななちゃん、あいちゃんは1500円で入れる。でママはなんと3000円、実費は3000円だけど、でも実際のそのチケットの値段ってもっと高いんだと思う。差額をね、多分市かどこかが助成してくれてるんだと思う。超楽しみです、そこ行くので。この動画が出る頃はまだ行ってないと思うんだけど、もう一個ちょっとスペシャルなアーティストさんのコンサートに行きます。とても楽しみです。って言ってるうちにアルくんの保育園に着きそうです。アルくん帰ってきました。はい、今から英語です。英語じゃない、今からピアノです。ちゃんと座ってください、シートベルトしてください、よろしく。はい、今愛ちゃんとナナちゃんのピアノが終わりました。そしてアルくんが入れ替えりで行きました。一回この二人をお家まで今日は連れて帰りたいと思います。いつもはここで時間を潰すんだけど、迎えに行くから。それじゃあ迎えに行くことになった。え、みんなで、うん、じゃんけんで勝った人、お家にいて片付けておいてほしい。じゃんけんで勝った人、いやいや、じゃんけんで勝った一人で、いや、あれは行くの、ママが一人で行くから。今からお家に帰って、二人を下ろして、またアルくんのところにとんぼ帰りっていう感じですね。ゆうかはどうなってんのかしら。すいません、今日こんな価格で、アラフィフのおばちゃんの下からアングルですいません。やだわ。みんなどうやってあんな綺麗にさ車で撮ってんの、動画広角で。持ってないって、絶対スタンドつけてるよ、だって動いてないもん、価格が全然。上につけるやつ、どうやってつけるの。でもこの上になんか両面テープとかくっつけたくないじゃん。なんか鶏刺しがちょっとあの古くなってたから焼いて食べたんだけど、ちょっと焼きが甘かったかな。今からアルくんをお迎えに行きます。
はるくんを迎えに行ったらそのままママ兄をお迎えに行きます。でちょうどねゆうかちゃんもいたらいいんだけどね、ゆうかちゃんは今日は昨日の防音祭の打ち上げがあるみたいで、それが何時までかかるかわからないということで、どうなんでしょうかね。はい、帰ってきました。今からご飯です。なんで Bye.